子供だってつらいよ。のんびりしてていいよな。なんか眠くなってきたな。あ、軒下、ほら、引いてる。お、本当だ。ふん、う、重っ。すっげえ大物がかかったんじゃねえか。軒下、頑張れ。糸切られるなよ。無理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 、すごい力だ。おっと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 、うわっ、うわっ、軒下。うわあ、え、なんだ今のでかいの。やば、上手だ、絶対上手だ。てか軒下大丈夫か。ああ、意外と浅いんだな。はあ、でもちょっと服乾かさないと怒られるな。うん、渡部、割り水で張り付いて脱げないからちょっと手伝ってくれ。なんか人の服脱がせるのってやだな。そんなこと言わないで手伝ってくれよ。一人じゃ無理だぞこれ。ダメだ。あー、もうしょうがねえな。よし、じゃあ服の裾から脱がしてくれ。裾から、もう寝ちまったな。くしゃみたい。お前ら、何やってんだ。わ、ケンジ、お前ら俺が寝てる間に何やってんだよ。あ、いや、違うんだって。ああ、埋蔵金見つからなかったな。ああ、そういえば埋蔵金探してたんだっけ。すっかり忘れてた。もう埋蔵金はいいからご飯が食べたいよ。この時少年たちは思い出という名の埋蔵金を手に入れているということにまだ気づいていないのであった。黄金500万両を掘り当てるというこのプロジェクトでしたが、我々が見つけた素敵な穴の奥にも思わせぶりな大岩が見つかっただけで結局何もありませんでした。しかし今回の経験は我々に大きな夢を見せてくれました。僕は最後にこう思います。この埋蔵金を掘るという経験そのもの、このワクワク感こそが最高の埋蔵金だったのではないでしょうか。ではまたいつかお会いしましょう。ひもいしげるでした。コドツラー。